ははいそれでは本日は消防設備士の1類放棄第1類に関する部分のパート3に解説をしていきます。今回も前回と同様屋内消火栓設備を設置しなければいけないものについてそしてその他の指定可燃物であったり1号消火栓、2号消火栓、広範囲型の2号消火栓を設置しなくてもよい防火対象物などについて合計6も行っていきますので最後までご覧いただければと思います。それでは本問題に入っていきます。 次の防火対象物のうち消防法令上屋内消火栓設備を設置しなければならないものはどれかただし使用構造物を準対価構造としかつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを何年剤とするというものになります今回準対価構造としそして何年剤を使用するという形になりますので今回の最初の問題は2倍読みということになりますそして今回の問題に関しては無双階ということそして4階、近いという形で出てきているので、えー、一般とは別の階という形で出てきているので一般とは別の えー、防火対象物の設置を必要とするような厳しい条件の方に当てはめるということし形になります。なので、このような、えー、床面積が100平米であたり150平米などをたくさんあ,りあるんですけども、その中、かける、えー、この内装制限をしている、えー、潤体化構造の場合に2倍読みとなっておりますので、まあ、ここと掛け算をしていくというものになります。1番、延べ面積が250平米で無双回の料理店。 無双会の料理店は150平米以上のため 150×2 という形で300平米以上になりますので設置しなくても大丈夫という形になります。続いて2番無双会の神社は200平米以上のため 200×2 で400平米以上になります。今回350平米の無双会の神社と書いてありますのでこちらは設置しなくてもよろしいという形ですね。続いて3番延べ面積が300平米で4階の病院4階以上の病院は150平米以上のため 1 5 0る2ということで300平米以上が必要になります今回屋内消火栓設備をし設置しなければいけないものはこの3番になります続いて4番近いの幼稚園は150平米以上のため 150×2 イコール300平米以上が必要になります今回は延べ面積が200平米の地下の幼稚園と書いてありますのでこちらは設置しなくても良いという形になります以上今回3番が正解となります続いて次の問題に入ります 屋内消火栓設備の設置について指定可燃物過去可燃性液体類に関わるものを除くの指定数量が何倍以上となった時に設置しなければならないかという問題になります答えから言うと3番の750倍が正解になりますこちら結論暗記なんですけども例第11条の1-5のに書いてある項目になります、まあ、この中に長く書いてあるんですけども、えー、数量の750倍以上を主導しまたは取り扱うものと書かれております なので今回750倍が正解となります。続いて次の問題に入ります。1号消火栓を設置しなくてもよい防火大小物は次のうちどれかという問題になります。1番答えから言うと自動車車庫が正解になります。今回自動車車庫、工場、作業所、倉庫と、えー、書かれているんですけども、えー、この中にですね、えー、例題11条の3の1の部分に、えー、このような1号消火栓、 との、えー、の消設設備の、えー、設置しななけけれればいけない内容が書かれております、まあ、こちら、ちょっと長くなってしまうので読み上げないんですけども、簡単に言うと、えー、この工場または作業所、倉庫、そして工場、作業所、倉庫の、えー、近いの近いまたは無倉階、4階以上の階、こちらが設置しなければいけない項目、そして指定可燃物の指定数量が750倍以上の所蔵、または取り扱う建物。 長期以外の防火対象物、まあ、結果的に言うとほとんどですね、ほとんどが、えー、やらなければいけない項目になっております。なので今回なんですけども、まあ、これ以外に当てはまってくるものといえば、この中には、えー、自動車車庫、こちらが該当してくるということですね。1号消火栓や、えー、移送作性の1号消火栓設備に関しては、ほとんどの、えー、防火対象物に設置しなければいけないというものになっております。 そして今回当てはまっていないのがこの自動車車庫になりますので1号消火栓を設置しなくてもいい防火対象物に関しては自動車車庫が正解となります続いて次の問題に入ります2号消火栓を設置しなくてもよい防火対象物は次のうちどれかという問題になります1番が小学校2番が映画館3番が工場4番が旅館答えから言うと3番の工場が正解となりますこちらも消防法令第11条の3項の2に当てはまってくることになります こちら第1項各号に掲げる防火対象物またはその部分で全号に掲げる防火対象物またはその部分以外のものと書かれておりますこの以外のものというのがこの2号消火線の範囲になってくるということですねこの前号なんですけれどもこれは第 1, 1の部分で第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物またはその部分別表の第1括弧中2項 E または 14項に掲げる防火対象物に関わるものに限る、並びに第1項、第5項に掲げる防火対象物、またはその部分と書いてあるんですけども、ざくっと言ってしまうと、工場、または作業所、倉庫、そして工場、作業所、倉庫の地下、無倉階4階以上の階、そして指定可燃物の指定数量の750倍以上の貯蔵、または取り扱う建物以外の防火対象物が設置対象となります。 なので、ここに書かれてある項目に関しては別に設置しなくてもいいよというものになっております。ちょっとこれ書いてる感じが間違えておりますね。なので、このように、ここに掲げられているところは、2号消化線を設置しなくてもよいという形になりますので、今回、工場が入っているので、工場が正解という形になります。続いて、次の問題も一緒の問題ですね。広範囲型2号消化線を設置しなくてもよい防火大象物は次のうち取りかという問題になります。 2号消火栓と、えー、この広範囲型2号消火栓は同じ内容になりますので、今回言われている倉庫がこちらに該当していきますので、これら以外の防火対象物が設置対象になるため、今回は倉庫が正解となります。続いて次の問題に入ります。次の防火対象物のうち、消防法令上、屋外消火栓設備を設置しなければならないものは次のうちどれかという問題にになりますこちらは例題19条に書いてある項目になります。 まあかなり長く書いてあるので、ざくっと、えー、おさらいをする、ざくっと言わせていただくと、対価建築物は1階と2階の合計が9000平米以上、耐火建築物に関しては1階と2階の床の合計が6000平米以上、その他の建築物は1階と2階の合計が3000平米以上というものになっております。これが、えー、この内容に書かれているものになります。1番2階建ての各 階の床面積がそれぞれ3500平米で、対価建築構造の百貨店、えこちらの問題はえ設置しなくてもよいというものになります。対価構造とするものに関しては9000平米以上となっております。え各階、えー、2階建ての各階なので 3500×2 で7000平米なので、まあ、9000平米を超えてないということですね。続いて次の問題に入ります。2階建ての各,床の各階の床面積がそれぞれ2000平米で、純対価建築構造の 病院。えこちらの問題はえ設置しなくても良いという形になります。え今回は純体化構造と書かれているので6000平米以上なんですけども、2 0 0 0る2で4000平米になりますので、今回は設置しなくても良いというものになります。3番。2階建ての各階の床面積がそれぞれ1500平米で木造建築の神社。こちらは設置しなければいけません。こちらはですね、その他の建築物に関しては1階と2階、 の、えー、合計が3000平米以上という形になります。なので1 5 0 0る2ということで、えー、こちら3000平米ですね。3000平米になりますので、えー、今回の問題は設置が必要という形になります。こちら3000ですね。続いて次の問題に入ります。平屋建ての5000平米で準対火建築構造のラック式倉庫、えー。こちらの問題は設置しなくてもよいという形になります。準対火構造は、まあ、6000平米以上が、えー 設置しなければならない項目になるんですけども、今回の場合、5000平米の平屋建てになるので、6000平米を超えていないというものになります。今回の問題、屋外消火栓設備、この別表ですね、この別表に掲げる 1, 1から15、そして17、18の、えー、に掲げる建築物と、えー、書いてあるんですけども、まあ、このようなですね、1から15、そして、えー、17、18という形で書かれております。なので、まあ、ほとんどがこの防火対象物の部類に当てはまってきますので、えー、こちらを、えー、しっかりと。 ええー、まあ暗記していただく必要がありますので、えー、今回えー、ここのような問題を作成させていただきました。えー、問題に関してはえ三、ー、番が正解という形になります。以上今回六問解説させていただきました。次回はパートフォーについて解説をしていきますのでそちらもご覧ください。今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。